どうもこんにちは、今回はですね、4回目のおじキャンということで、初めてですね事前告知をしてのおじキャンということになります。いろんな方とですねいろんな話をして、楽しみたいなと思ってます。で、今10時40分なんですが、先にね食べ物とか買い出しはしとこうということで、ちょっとね今日早めに来ました。福さんがね前乗りして昨日から泊まってるので、とりあえずはねまずは福さんに会いに行きましょう。かなりねガタガタしてるのが分かると思いますが、どうと思ったらもうサダさんも来てるっていうね、まさかのサダさんも福さんももういらっしゃっております。すげえ早いわ。おはようございます。いえいえお世話になりました。いやいやもう来てますね。いやいや2人、まあ、こっちはもう昨日から昨日からですよね。僕も見ました。テント張られてるの、僕もこれ欲しかったんですよ。あ、そうです。いいなぁ、昨日初めてじゃいって言ってねえ。そうですよね、うん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。早いっすね来るの。そうだろ。なんか張り切っちゃう。僕はもう24時間ぐらい前。24時間我慢できんかったっけ。あれエボ見たんすけど十分っすね一人で。結露するやっぱり。あ、します。ああテントの中結露する。朝からテントまた引っ張るな前回のやつを。いやいや、ずっとこんな話ばっかり。今日はピーピーしよう。マジっすか。これがデラックスですか。デラックス。これをあれ。形は変わらんよ。これを売ろうかっちゅう。いやいや。僕はさっき500円で買ったんです。これ結局あれですね、前のあの開き方が違うみたいなことっすよね。ですよね。ははは。はその選手だけの。いや君の爆弾発言。連帯責任にはならなさそうだ。連帯責任にはならん。責任の押し付け。マジっすか。チューハイやらもらった。あ、マジですか。差し切れで。あの今あの前掛けしたって。ああ。あの今日宴会使ってください。マジですか。あ、知ってるんですか宴会。うん、あの YouTube の視聴者さん。あ、そうなんですか。行ってくる、うん。ちょっと行ってこよう。彼女で。あ、顔見たらわかる。うん、声聞いたら多分わかる。これ今日はですね。はいはい。昨日うちの奥さんのお母さんに、うん、毎年誕生日にあれもらうんですよ。ビール1ケースもらうんで。10本ぐらい持ってきました。8本あるよ。じゃあビールは、はい、いらんっすね。いらいらいらワイン買って。あ、ワイン買ってくればいいです。あと鍋の材料が白菜しかないか。あと日本酒が2本あるんですよね。これも1本ある。うわすげえ。ワインいらんか。いや一応俺買います。なんか炭酸飲料買ってきちゃって。炭酸ドクペとか。あ飲料よ、酒じゃなくて炭酸飲料。ああいやドクターペッパー。ドクターペッパー、カッキーもお客さんにもらったんで。マジっすか。カッキーで何するんですか。カッキー焼きとか。カッキー剥くやつとかあるんですか。ねえよ。ペンチ。ペンチ。いや、湧くじゃろ。あの、うん、開いた。開いたってね、うん。あ、そっかそっか。あと暑い系どうして食うかだけど。頑張ってる。頑張ってる。さっきユニセラ持ってきたんや。おお。だサーカスの中で、とりあえずユニセラ。おい、しばき殺されるで、そのことさ。密封して。とりあえずカルビ、カルビ、カルビ。発売テントでやめてくれる。ちょっとじゃあ俺準備しよっけ。じゃあちょっと買いに行きましょう。はい。さっきサダさんのカード。おい。それをやるやつがいるね。箸が。箸じゃない。トング。トング。早くしよう。マケイさん。ああそうだ。酸っぱくないポン酢持ってくの忘れた。君らがいろんなもの言うからじゃねえ。自分でいつか持ってこられるので。あれやこれやと。あれ持ってこいこれも。そこのビールを一人一本ずつ取りな。冷えてます。あ、俺じゃあ冷えとると思っていきましょう。キンキンな感じじゃなさそうです。 OK、 じゃあこれをどうぞ。ありがとうございます。どうぞ。あ、ありがとうございます。じゃあ乾杯。理解でわからないようにしましょうか。おいあれは私乾杯。あ、こんにちは。お世話になるよ。お世話になるよ。はじめまして。ちょっと嫁です。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 
なんでカムスカムよろしくお願いします。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。川島の。とりあえず、キャンパイから。キャンパーいて。それ真似したら怒られる。真似したら怒られるゲーム。おっさんがやったら可愛くないけど、はい、気持ち悪いだけ。キモいだけです。キモって感じで言われるよ。キモって。乾杯。あ、今回の主催、前回は俺忘れちゃって、綺麗に忘れちゃって、本気で忘れちゃって、今回はやろうって言ったら俺だったような気がする、うん、それでは、はい、乾杯、お疲れ様です。あ、うまっ。うまい。やっぱ金麦とは一味違いますね。高級だからね。高級ですからね。12時14分です、ね、また早いに俺 おじいちゃん疲れるよ、また、うん。そうだ、落としなかったら落としとこう、ラーメン。ああ、そうだね。いただいた高知ラーメンです。鍋焼きラーメン、うん、あとこれもいただき、あ、これもいただきます、うん、こちらもいただいた、ビール8本セット、それとありがとうございます。それとこれもいただきます。すげえ。野菜セット、野菜セット、野菜セットいただきました、ありがとうございます。で、あとで、この牡蠣もと、ユニセラもなんか、あ、ユニセラも、おい。しかしなんか、あれっすね、テントが変わった気が全くしないっすね。だって同じやもん。一枚膜が増えちゃうだけだけどね。ダメダメダメ、ストーブの跡つけんや。穴つけんや。あ、そうか、ジャケか。とりあえず穴をつけんや。入り口に焼き跡。これ1年やったら2枚焼けるよ。まあいいよね、僕のテントじゃないし。おお、つまみ、ちょっと足りんね、今焼けるまでに時間が。なんかつまみ買ってくればよかったな。あ、買ってきてないんだな、もう。うん、やりおきましょうか、その、ね、あれだったらすぐできるから。うん、回っちゃうよ、今回るよりだろ。出たよ、採用じゃ今。聞こえてないかもしれない。いや、絶対聞こえちゃうと思うよ、このカメラ。結構音拾うけど声小さいから。は、君の声が一番でかいんだよ。そうかな。じゃあ、作ろうか、ストラパッツァータを。え、ストラパッツァータ。ストラパッツァータ。なんすか、そのかっこいい感じの。あれは前のおじきゃの時、お一人で来られてて、でも結構ベロンベに弱っちゃったよね。弱っちゃった。ロレツがしまいも回ってなかったけど。早く来られてたんですか。もう僕は10時ぐらいに来て、僕も10時半ぐらいに来ました。そうなんですね。僕はでも12時半ぐらいだったかな。昨日でしょ。昨日のじゃん。連泊。連泊。羨ましい。変態だからしょうがない。いやいや。3泊はさすがにね、嫁に却下されたんで。なんか入れ物あればぜひぜひ。あ、いただきます。鶏肉。なんか鶏も、お皿とかいいですか。ちょっともらっていいですか。あ、どうぞどうぞ。よ、いただきます。あ、そっか、俺諸場代払ってねえ。あ、俺も払ってね。延滞料が2000円になります。延滞料。ただ塩コショウでバジルやっただけですけど。いや、バジル美味しいね。美味しいですよね、うん、あっ、あっ、グラッタで。これ放送できるんですよ。いや、本人が放送禁止でもないわや言うね。君だよ、君。前回ほんま、あれでしたね、下ネタがひどかったっすよね。あれそうだ。あれカメラ、あれ始めたの。用でもないのに。何でしたっけ、トマト。ストラパッツァータ。ストラパッツァータ。うん。またこじゃれた名前のなんか。かっこいいだろ。なんか中二病みたいな名前だろ。はい。ちなみに材料はトマトと卵だけですか。トマトと卵と。トマトってあのトマト缶です。そうそうそう。ニンニクと。ニンニクと玉ねぎと。あとこれ何入れるの。塩コショウ。ちょっと待てよ。これちなみに何料理なんですか。スペインとかですか。ギリシャ。ギリシャ。ギリシャ。あ、ちなみに粉チーズも俺持ってきてますよ。あ、これで多分このまま食べれる。いいですか。あと、こじゃれて。早く。早く。お腹すいた、早く。君は皿でも食っときな。こじゃれて。痛い。全部拾うんですね。取り逃がしたら面白くないよね。痛い。この変態。いや、どうも。あ、そっち見ると風が。ちょっと緑を添えて。はい、ストラパッツァータが出来上がりました。いただきます。
いただきます。食べていいですか？どうぞ。本当ですか？うん、そうだろ。あんまり味がない。え、ガチの反応ですかそれ？ガチの反応。十分だろこれ。すいません、いただきます。なんかボケよかった。あ、いや、ね、うん、俺やっぱ外れ食わされたんだ。どこ食ったの？この辺。これうまいよ、うん、こういう料理だと思います。うん、これあのね、 YouTuber の何リュウジだから料理研究家なんとかリュウジがあげちゃったのを、へえ、このまま作ったからまずいはずはない。もしまずければそっちに行ってくれと。作り方が悪い可能性もあるあの時ソロで、後でいただきますんで僕ワインを。ああ、ちょっとまだワインは早いかなと思って。ビール今飲んだらあれだね。ワインを。いや、もうダメですよ、ヘベレゲですけど。あんまりお酒飲め、ああ強くないんで。は、実際みんな強いんですか？どうだ、でも言ったら朝から、あ、昼から晩までずーっと。あ、飲むな、飲むよね。あれ、この間何本飲んだっけ。あ、でも結構この間飲んでるね、一人ビール3本。俺が帰る時にだって一人3本、4本ずつぐらい飲んじゃったもん。3本、3本で、あとワイン2本。ワイン2本飲んでる。なんだかんだ言って飲みましたよね。なんだかんだ言ってベロベロベロで喋っちゃうけど喉が乾く。すぐだったもんね、あれ。これワインに合う。あ、いや、合うでしょうね、これトマトだし。ちょっとアレンジさせてもらう、粉チーズを参りました。アレンジ、あ、これうまいかもしれない。粉チーズうまいです、ね、これでもこのまんま乗せといたら温まっていいんじゃない。あ、かもしれないですね。そうです、せっかく左があるけね、こっちが反対側もある拾ってよ、せっかくいいこと言ったんだから。スノーピーカー初めてあの3人でキャンプさせてもらった時もずっとこんな感じでしたからね、最初から。あの時も牡蠣かなんかやってませんでしたっけ。あれ牡蠣やったっけ。牡蠣だったっけ。なんかやったやつ。貝をやりましたよね。何かやったか覚えてないんだけど、熱くないとかって言いながら俺が熱いとかってやったのサザエでしたっけ。サザエじゃない。サザエか、誰も覚えてないいや、もう忘却のカナダだ。すっ飛ばすけ飲んで忘れるよね、うん、で、はあ、あれ1年前だもんね。1年前ですね。1年半ぐらい前。昨日の夕飯すら覚えてないんだけど。カナダの動画でもそうよね、2人あれ昼何食ったっけって2人で話してるあれ何食べたみたいな。どんなチーズかけたら、うん、いや、うまいです、うまいです、合いますよ。これなんちゅう名前でしたかね。ストラパッサータ絶対覚えられないですもう忘却の彼方ですよ、それこそ。ギリシャ料理はだってそもそも代表的な料理すら分かんないですもん。ギリシャ料理って結構トマト使ったのが多いよね、なんか知らんけど。なんか魚介類っぽいイメージがあるんですけど。魚介そういえばあの前回キャンプした時に一緒にアニメ見たじゃないですか、1話だけ。 あれめでたく放送中止になりましたよ。なあ、みたいねあの、ダメじゃろ、あるライオンはごめん、佐藤さん1本ちょうだい。何を。ビール。あ、取れ何してんの、もういらんだろそれ。これかん今日。いや、冷えたらうまくないじゃん。冷えたらうまくない。ああ、一応でも僕も持ってきましたよ。冷えたらうまくないじゃん今。俺も持ってきて。まあ僕のギャグで冷えますから大丈夫。まあね。でも今日暖かい気があった方がいいかもしれないですね、これかん。ちょっとっか、でも風が吹くから結構冷やいから人間が持ってんだもん。ほら今日この。あ、本当だ。前回の反省を生かして。前回の反省から。え、痛風の後？いやいやいや、このな、いいんだ。痛風で？これ。ああ。足どうなんですか？痛くないですか？もうなんかあの日だけ痛かったよ。ああ、じゃあやっぱあれだ。ついたんだね。ついてました。疲れとる。あの日はもうとにかく例の話で盛り上がった。朝から、前の日の朝からもう例の話だったわけ。次の日も全然平気だった。ああ、そっか、そうか。ああ、次は大丈夫だった。あの日だけだった。あの日だけなんかものすごい痛かった。いや、なんかもらってきたんですよ、それは。やっぱり。うつ、ん、った。彼じゃろ。彼が映った。雪したんだよ、った。あそこは、誰もおらんのに、あの、こう、高速台があるのよ。方があって、はい、それを高速するのにあるんだけど、それがカタ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 って動いたりとか。高速で動くんですか？高速で動くんで、高速部が。全然面白くなかった、ね、今面白くないね、威張ってるけど全然面白くないね。しまった、しまったね、今2人ともちょっとしまったと思うね。目で外した、2人とも、あ、ちょっと外したい今ね。やべえそこで高速ジーグとか言わねえけど、それは鋼鉄。あ、鋼鉄か。昔知らんやろ。いや、あの名前だけしか知らないです。磁石の力だって。その辺の名前知ってるのはあれです、あのアニメタルっていうのが昔あって、アニメソングがメタルでやって、でその中に鋼鉄ジーグもあったんですよ。あの見たことないけど主題歌だけは知ってるとか。
マジンガデトラもそうだろ。あ、そうですそうです。ダンガードでしたっけ。あ、それが出てくるのすごい。多分見たことないはずなんだけど、ね。いや、見たことはないんですけど。マッハバロンとかね。あ、なんで味が足りんのか分かった。コンソメ入れるの忘れちゃったわけじゃん。ちょびっと味が足りんのが作り直し。塩コショウとか やつるんでしょ、しこれ。あ、でも食べれるじゃん。トマトの味が結構する、うん。じゃあ俺が一番正しいんじゃない。みんな思う。足りないって。俺だけ、あげ、うん。これもしかしたらですけど、あの、なんもしかタコスの皮あるじゃないですか。うん、あれとかに包んでも多分うまそうな感じします。うまいね、絶対ね。何にしますよ、何。何だってって、そこ、いやちょうどいいぐらいにこれがぐっと動いたからそれどころじゃなくて、そっちの方が気になって落ちるんじゃないかっていうっていう会話ずっとするんです。疲れたら休んでください。いやいや、もうこれがずっと続くんですよ、ずっと。それまだ1時やから、あの動画作る人が一番大変と思う。ほんまですよ。道の駅だとほんま、あの阿武町の阿武町ってのがあるんですけど、萩の方に。ああ、この間行っとったところ。行ったところ、あそこはほんまに良かったですけどね、うん。魚がめちゃめちゃ安かったから。あれ、リニューアルしてからすっごい綺麗になってね、良くなったり。そうなんですか。レイアウトが、彼女。すごい、頑張るなぁ。オーナーさん頑張ってる。お久しぶりです。お二人はいろんなキャンプで行ったりするんですか。いや、カサドとカノとカノぐらいしかないよ。近場で、ほとんど近場で。ふもとっぱら行きたいねって二人では話し合ってた。いつかはふもとっぱら行こうね。行くんか思いましたよ、あれ。グルー回ってる時ちょうど。いや、本当に行きたかったんですけど、あのっていう人がいて、そこはなんかオフ会やるって話だったんですよ。僕行ったんですけど。行った。あ、行っちゃった。すごい、ものすっげー広いっすよ。気にならんぐらい、もう離れたら。もうそれ、だって富士山がバコンって見えるんで、テントで埋め尽くされた上に富士山。ああ、自分らのイメージの中のふもとっぱらっていうのはだだっ広くて自分しかいなくて、うん、富士山っていう、うん、超でも、ね、天幕率高くないですか。天幕そんなお金もちいるんですか。お前もじゃ天幕の展示場みたいなねえ、展示場みたいな。ほんま、いや今日俺本当は早く来たのも、あのテント張るんだったら張るとこ取らせてもらおうと思ったんですよ。大丈夫、このお父さん明日やってくれてる。また張るんかい。もう一回張る。朝やるの辛いっすね。辛い。朝もうね、もう散々飲んじゃるけ、次の日辛いよね。もう朝もサーカス立てられんし。出た、だまだ始まったな。パンダぐらいだったら立つのよ。パンダぐらいならいけるかもしれないね。これにホットサンド入れてくったらうまいんじゃない。ああ。要は卵サンドみたいなもんですもんね。いや、なんか今ふと思うと。持ってこようか、パン。食パンもあるよ。だんだん腹が太ってきて晩ご飯が食うけど。いや、まあ腹出てるから一緒ですよね。まあね、腹黒いんじゃないの。あんた、いや黒くはブラックホールぐらいです。ああ、なんぼでも吸い込むんじゃない。ヤマト見たことある。いや、わかんないです。ああ、ヤマトもないんじゃ。見たことヤマト見たことないけど、あのデスラー総統とか、ああ、わかるじゃん。有名なところはわかりますよね、あまりに有名すぎるから。イブさんとかね。イブさんがね、あれイブさんじゃないと面白くないよね、あの迫力。よかったよ、ヤマトの職員。あれコマーシャル面白かったよね。あ、誰もいないって。全然わかんない。わからん。あれ何のコマーシャルだったっけ。ジェットストリームもあれよね、多分あの真似してやりよったら採用されたっていう。スネークマーシャルなんかのイブさんすごかったからね。え、真似して採用されたっていうのは、あの真似しよったよ。あのモノマネしよったってことですか、うん、ジェットストリームのね、モノマネをしよって、うん。え、じゃあクリカンみたいなもんってことですか。ああ、まあと、でも短かったよね。え、どうだっけ。俺らその世代だっけ、ジョー。じゃあもう、四半世紀も前のことだろう。いや、ほんまに半世紀来ちゃうもんね。嫌だよ。僕まだよ、来年だもん。いや、一緒やん。来年50だもん。変わらんじゃろう。来年50だもん。でもそう考えたら、今このここにいる4人で30代、40代、50代そうなるっていう、うん、いや、60代。あ、そうだ。まだじゃん、いい夜だろうが。この間の話題、死者後に死者後に。だから、押し出し。押し出し。うわぁ、今日日本酒あと3本あるけど、ね。まあ、しかもここからあと10時間ぐらいありますよ。10時間ぐらいある。いや、今日はあと10時間です。10時間。今日はあと10時間。今日はあと10時間。明日11時まで。危険だろう。大丈夫です。500円出したら、デイで夕方まで入れる。あ、二日酔いだったらね。ちょっと、うぅーって言うから。まあ、最悪俺これで会社出ればいいし。俺明日帰ってから7時半までに別の動画を編集してるんですよ。料理の YouTube のやつ大丈夫かなっていう。
明日今 Wi-Fi 借りてるんですよ。ああ。なんでその Wi-Fi の動画をやるんですけどね。明日か。火曜日。はい。生中継する。ライブストレージ。うん、Wi-Fi の。月300ギガバイトなんですよ。テムリー。300？1 日10ギガ。で使おうと思ったら。1日10ギガってすごいよね。で丸1日俺 YouTube 流しっぱにしたんですよ。うん、それでも全然いかないですよ。2ギガとか。Wi-Fi で飛ばして3台ぐらいこう全開でやるとかって。ああ。限界まで極めるとかっていうな、こういうそういうあの限界まで極めるのこの変態のお父さん得意だけ。裏書いたりとかね。裏を書く。うん、そりゃやべえ。誰が下ネタ振るんすか。お前だ。それをしらっと突っ込んで流すという。編集が困るっていう。困るですよ。編集が困るようなことって考えたらダメない。もう言い切ったり。言い切った。前回もあれですよ、ほんまにあの話って前後の話があるじゃないですか、うん、その面白いところがあったとしても、うん、その前後の会話があるから絶対2分ぐらいかかるんですからねって話を俺はしたのに、うん、バンバン言うから結局30分ですからね。前半30分、それ1時間もなるよね。いやそう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 、いやさすがにこれ長いなと思ったんですけど、うん、いやもう行ってしまえと思って。よう次の日にあげたよね動画。いや俺もすごいと思う。あれよう次の日あげた。月曜日帰って次の日にね、火曜日でよう動画あの見たら1時間空いてる。いやまあ見てないんですけど。これまだ見てない。ほんまだって帰ってからあれですぐ編集始めて6時ぐらいまでとかやるじゃないですか。でやってるんだけど前日疲れてるからもうこんな落ちそうになるやってるんですよ。視聴者からもう1時間で見た時マジかもよ、ね、長いですよね。でもマジかで、まあでも見るよね。見れましたけど、俺アホなことばっかり夜見るよね。俺だって自分一人で作る動画って大体15分とかそんなもんですよ、うん、なんかでもこれになったら長いんですよね。時間見てやめる人もおるよね。あれあそう、俺もそうなんですよ。長かったら見ないから俺自身も。あぶるなっちゃこっちかバーッと。何しよんかおめえ。あっこちらです。ああどうもお久しぶりです。これ あそこの端っこの方はまた別のガニさんか。あの本当にソロで来られてる方なんですけど、はい、ただモナさんがだけどその時にあのイベントじゃないけどまあやるよみたいなっていう話はしちゃったみたいで、まあ、じゃあちょっと極力音量お前だ、うん、音量下げろよ。でもあそこの一番上のとこに入ったら結構大丈夫だったりするんじゃないですか、ね、大丈夫かなと思うし。いやこいつ酔うとね声でかいんよ。そんなことはないですよ。ほら大きな声で、ま、出せませんから。だからあそこデッドリングして、うん、デッドリング今から基本から入りますよ。ドア外して内張り外して、ね、とりあえず前張りから外してもらって。前張り、前張りは何色だったっけ。拾わねえけ、そういうとこはもう。うるさいよ、こいつ朝から。前張りは白じゃないとかいけんとかね。自分で覚えてる。覚えてるじゃん。覚えてるだろ。エロの伝道師やけど、これ。俺、あんまり下ネタ言わないように気をつけてるんですけど、ね。そう言うな。ストレートなら言うてないですよ。あんまりストレートで言わないように気をつけてるんですよ。でもね、確かに、あの、編集してて思ったんですけど、ストレートのこと言わないから、結構ね、知性的なエロなんですよ。そうあの、分かる人は分かるけど、分かる人は、はぁ、い、っていうエロ、ネタ。そうやって捉えるあんたがいやらしいんでしょみたいな、ネタを結構聞いてる。俺がエロになるじゃないか、それ。でも、そう言えば、初期の頃からあったような気がするけど、多分俺、その辺カットしてたんですよ、なるべく記憶力。うん、YouTube って厳しいんですよね。そういういいよ、うん、ストレートのあれだったら多分まずいと思うんですけどね。次なんか今あの男の裸もダメって言ってますもん。引け質問もあるし。そうなんじゃん。これ絵頭あ次ここにやってるじゃないですか。ちゃんとやってるんじゃん。やってますやってます。絵頭チューブ始めたもんね YouTube。 あの一発目の動画でもすぐ剥がしてましたけどね。でももうすぐモザイクみたいな感じで。もあの人すげえですよね。100万人もうすぐ超えましたもんね。あれ100万人超えかったらなんとかってやっとったよね。なんか超えたら草薙くんと一緒にやるみたいな。ああそう、あれそれ行くじゃろ頭。いやだって露出も少ないし、だって見たいですもんね。みんなすげえな。でもあれすごいブームですよ、ほんまに。すごいキャンプブームだ、ほんとびっくりするね。だって始めた頃あれ誰もおらんかったんだけど、うん、新兵が晴れたらもうほんとに感想じゃんもんね。そうですね、俺も去年の多分春ぐらいまでは人全然いなかったから絶対カンソロだったんですけど、まあもうダメ。平日のやっぱり前はねカンソロ見よっちゃったけ、ある時はあるんだなと思ったけど、今でも平日でももうダメですね。あそこはでもトイレでも結局トイレがね使えんから。ここでも俺2回ぐらいしかやったことないもんな。前なんか市役所かなんかの人が来てて、ここの要はあの税金のやつで
一応あの管理員さんもあそこのログハウスは泊まれるようにはしてるらしいんですけど、うん、だからまだ許可を出し、あ、許可さん認可取ってないからできないらしいんですけどね。そういうのがいるんですね。認可いるのあれ。お金取る以上はいる。ただならええけど。しかもあの多分こういうキャンプ場じゃなくてあれって宿泊施設になっちゃうから。そうそう。あの建物があって。ああ、そっか、そっちになるんだ。民泊と一緒で許可がいる。うん。でもあそこちゃんとロフトがあって2階2人3人泊まれるようになってるって言ってましたね。すごい。あ、いいね。なんか写真撮って次の日くれたりとかしますので。あれでもすごい嬉しい。いや、あれ記念になるよね。記念になるだけど、いざ見てみるとめっちゃ恥ずかしい。いや、3人で写っちゃう写真があるよ。昨日もらった。昨日もらった。いや、だって俺ら目出し帽で、あのここしか写ってないのに写真もらって、これ本当にこれでいいのとかって写真撮るときにユッキーさんとね、ユッキーさんが帽子かぶってとかって、飛行帽をかぶってとか、で俺は目だ、そっからあの車の中に、なんで車の中に迷彩のあの目出し帽があるんかどうかは内緒なんだけど、出てきてから返答状から恥ずかしいな、もうそんな褒めてくる。いやだな、もうそんな持ち上げてくる。これ好きだろ、ベタボーイだったね今ね。いやだな、もう恥ずかしい。ド変態。やっぱ、うん、自分でやっぱ楽しまないとね。そう、僕も絶対動画見てなかったらこの人らちょっと大丈夫なんだ。うわ、大丈夫か。この人なに、俺も入ってんのも嫌だ。あ、入っちゃった。大丈夫ですよ。僕はもう本当変わった人じゃないんで。あ、変って書いた人じゃない。あ、だから変と変と集めてて、もっと変にしましょう。また始まったぞ、ほらほら、出た。定番ネタが出た。毎回必ずこれが出ないとなんかやった気がしないです。そうこの歌、まだ歌ってないですから。まあね、歌ってもらわんと。さっきかかってたから。あ、マジ？さっきかかってたから、あの変なおじさんから。まあカスもついてますけどね。カス？カスであるとって。あえて言おう。あ、ガンダムネタもわからんか。そうよね。それはわかるんですよ。わかる。わかるけど見たことないんですよ。ああ。どうぞ。いらっしゃいませ、お待ちしておりました。そう、わあの男性ばっかりかなと思って。ありがとうございます。改めまして。テレビに出てらっしゃる方。テレビじゃない、テレビ。YouTube をテレビにつないでる。ああ、テレビにつないでるんですよ。あ、テレビ出てるでしょ。はい、出てるんですよ、皆さん。変態たちが。変態たちが。まあ、前は違いますけど。部外者。でも出るよ。いや、もうここ入っちゃって部外者ぶりはダメよ。来週は出てる。いただきます。はい、じゃあ乾杯。そんな褒めてもらう。感動します。実物のボケツッコミ。まあでもうまいこと下ネタ隠して編集やっとると思いますよ、これ。雰囲気は本当にずっとあんなこんな感じですよ。多分ね、あれカットしてなかったら2時間以上になるよね、動画。いや、多分3時間とか。3時間。あの野生爆弾のクーちゃんぐらいの長さになりますよ。5時間、6時間とか。これサブです。これですよね。それいいですよね。パチノックスです。これもパチノックス。俺も帰ってすぐ調べましたもん。4000何本やったろ、これ。4000何本だった。え、そうなんですか。これ本物は1万8000ぐらいするんですよ。壊れても安いと買い替えたら、まだヘリノックスより安いもん、ね。まあ人間が壊れてますから。何や。そうか。テレビで YouTube 見る人はテレビの人になるんか。あ、テレビで見ますね。あの。PS4 で見ますよ。あ、そうなんですか。コメントできるんですよ、あれ。ああ、で、ライブも見よったりするんですけど、コメントができるの。あれ、コメントはこう上がってきます、横に。コメントは上がってくるんですか。上がるけど入れられない。入れられない。私もでも、何、Amazon スティック使ってるんで、上がってくるけど、入れるのは携帯から入れないと、入れられない。テレビとかで見る人もいるだろうから、画質を良くしようと思ったんですけど、 4K がいいですね。でもこの3人が話すのに 4K いらないでしょ、どう考えたって。で、ね、画質落としたんですよ。そうね、画質は、ね、夜は早い。容量ばっかり食うて。データがだって前133ぐらいあるって言うと思うね。それもギガだからね。いやそうですよ。逆によう1時間にまとまる。多分作る方大変と思うけどね。あ、そうで、133ギガだったからこれもちょっとやっとられんと思って、その容量の問題もあるから、ね、あの、ね、パソコンの中に、うん、画質を落としてまあやったら容量少なくなるだろうと思ったら、うん、あの時65ギガありました。マジで。ま、これまたこれやるのっていう。減らしても減らしても減りませんがみたいな。いや、もう
ほんま編集しても編集しても福さんがおらんくならんっていうね、そうだ地獄な感じです。地獄地獄の編集。僕もいつかビールビールビール前にガブロムジュンこのさすがにこの時間からワインちょっとびっくりした今。いやガブロムジュンのこのとこよワインガバーってラッパロムジュンおおみたいな。ワインあでも日本酒あれだけあるからな。あとあのさっきいただいたやつがねあの2本あります。あそっか、なんか酒すげえことになってるな、うん、あ僕日本酒実は飲めんのんで。あそうなんだ。バーボン持ってきてです。あてはアポロで。アポロ、アポロ、あーうまい、めちゃくちゃうまいですよ。合うんだ。めちゃくちゃウイスキーとチョコで合う。合うんですよ。早めに突っ込まんじゃん。さあさあ今日これ飲みましょう。あそうだ、あすげえ、ご強じゃん。立春初絞り、初絞りじゃん。太陽太陽持ってきました。おーすげえ、獺祭もある、ご強もある、すげえ、みんなあるよ。ちょっとなんかスプーン出そうか、中のが綺麗に取りたい。さっきね、あのコンソメを忘れた失敗したやつがもう一回リベンジで今作るんで、もう一回失敗してもまあしょうがないんですけどね。うるさいよ、いちいち。いちいち口開かにゃいけ、突っ込まにゃいけんのか、その通りです。え、普段されるの？一人ですからしょうがないですよ。全然しません。一人ですからしょうがないですよ。え、本当に一人？うるさいよ、そこ強調するんじゃないの。本当に一人？誰かいい人だったら紹介してくださいでもよくよく考えたら、俺に合う人がいるのかみたいな。まあそれは人類に。人類じゃない人？人類以外で探した方がいいんじゃないですか。マジで？霊長類だったら？オラウータンぐらい。鳥類とか魚類とか。魚類？早言うで、佐田さんもう。お前じゃん、お前。おお火ついてる？消えた？消えたね、多分。あ、ついてる？あ、ついてる。新兵器が。ドラゴンフライ？ガソリンバーナー、あれと。ドラゴンフライちょうだいよ。あとはカセットバーナーが1、2、3、4、5、6個くらいしかない。いや、しかちがおかしい。しかちがおかしいやろ。あ口開けろ、お前。はい。どうぞ。すごい美味しいですよ。本当は何なんですか。ストラパッツァータ。え違うね、マヨネーズとやっぱりわさびです。あ、ちょっとわさびいいですか。わさびの風味が飛んじゃって焼いてしまった。いやいやいや、アルパカ買ってこようと思って忘れちゃった。あ、今日買ってきました。アルパカ買ってきました。飲んでもらおうと思って。あ、いいいいいい。アルパカ買ってきたんですか。いやいや、買ってこようと思って。どっちコンパクトの方と。あ、そう、またまたコーナーのこと言い始めたの。また変なこと言い始めたの。最近俺仲良くなった。何か言いました今。YouTube の人もやっぱり音楽関係の人です。ハブテルさん。ハブテルさん。この前で初めてのチューブをあげちゃったじゃない。いや、そうなんですよ。すげえくどい。くどい。初めてのそう。多分ね、島ちゃんが言うてから多分見に行ってる人が結構おると思う。マジですか。吉野さん。それって嬉しいです。ピアノを弾きながら、あの、コーラスとかも全部自分で踊る。で、あの、楽譜とか出てないんで、絶対あの耳で聞いてなくて。やるってかなり高度なことをやってる。そうなんですよ。温めたいですね。なんかタンクトップでなんかひょっこみたいな感じ。あれね、ダイソーにあるやつの半分切ったやつだよね。すげえよくわかります。いや、昨日ダイソー行ったんよ。これ同じもんがあるんだよ。切ったんだよ。ですよ。ドラマーの村田タムって人がいるんですよ。ああ、村田タム、はい。あの子うまいっすよね。いや、うまいっすよ。ちゃんと結構見ますよ、村田タムの。エクスのコピーやっとって、はい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 。めっちゃ笑顔してるし。ああ、そうそう、あの子すごい笑ってるのがいいですね。なんかカエルの T シャツ着て。僕はエクス好きなんで。あ、そうなんですか。エクス系すげえ見るんですよ。へぇー。あの、広島のエクスのコピーバンドしてる。知ってます。あれめっちゃうまいっすよね。初期の都市の。あれ完成度高いですよね。高いですよね。ものすごい。そう、なんかそういうのを見るのが俺どっちかっていうと好きで。わかります。なんかキャンプ系はやっぱ自分でやるんで、なんかあんまり人が見ると影響されてしまう。キャンプ系って見れば見るほど人も飲めるみたいな。あ、そうそうです。結構奥さんも飲めるって思っちゃうんで。結構いけてるんです。これが岡山のお酒の夢見て早漏。佐藤さん、これはいただき物なんで。飲めないで。
すげえな、なんか。あ、こっちの。立春のその日に絞って。予約せんやかんやん。そう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 。予約してないですけどね。これで変えたんで。いや、ちょっと違うな、時間が。4時だ。もう4時だ。あ、でもなんです。飲み始めて。また4時です。食べてください。まあ、だいぶ。だいぶ離れてるね、高山より。高速使って1時間。あー、結構ね。そうか。あ、あ、戦国アラジンじゃん。戦国アラジン。わー。かわいい。3万ぐらい、3万なんぼよ、これ。ちょっと見せます。ガスストーブよ。かわいい、すごい。これ、どれぐらい持ちます？いっぱいに入れて。弱で3時間ですね。あ、3時間。いや、ここのは50構想だから、この、これが。他とかのほとんど一重とかだから。朝日金属だったっけ？朝日系金属。活力鍋ってやつね、これ。あ、いいんじゃね。あ、いや、いいですよ。いいんじゃね。おすすめ。これは味ぽん？うん、味ぽんと水1対1と生姜入れちゃうだけ。あと砂糖を大さじ3杯ぐらい。ちょっともらっていいですか？どうぞ。食べるよ。食べるまで食べるために作ったんですよ。じゃあ僕も食べて食べて食べて。多分あいつらが来たらこれないなって。いただきます。飛ばない豚がただの。すごい柔らかい。でしょ。だって箸でつまむのに崩れるからだったっけ。味ぽんでいけるんすね。味ぽん万能です。さすがですね、この圧力鍋。圧力鍋、圧力鍋が鍋がいい。鍋が朝日系金属でしたっけ。そうそう、なんかすごい宣伝しよう。なんでこっち向いちゃうのカメラ。今ふっと見てホームみたいな。サーカス結構優秀で2つあるから、結構でかい。あのありますよね。あそこの三角のとこあってもダメなんですね。煙がそこから逃げるわけじゃないんです。あの締め切った場合はちょっと逃げが悪いですね。あの上の三角ね、あそこいつもサーカスの特徴じゃないですか。そうそうそう、開いてる換気口ね。まあこれ今日貼ったばっかりなんですけど、いろいろ試してみましょう。あ、今日貼ったばっかりなんですか。え、そうだっけ。何回か見たような気がする。あれは違うサーカス。あ、違う。これデラックス。それ中古で、中古で、あの、500円ぐらいから出るみたいなんで、あったんで。ガイガイ。いやいや、知っていいかね、そういうこともなる。明るいですね。明るい。でも調整がいい。ケロシンすごい。いや、初め、少し赤くなるまで、ただ燃料はゆっくりしてあげてください。で、赤くなったら、もう、ケロシンです。ケロシンガスがこう、燃える、開けても。いい音。そっちに立てようと思うけど邪魔かな。いいよって。自分の方に向けてもらったら。ケロシンかな。これ温かい。ありがとうございます。これを今日食べた。出ました。あ、これあげますって。誰があげるの？これオークション出ないですか？いや出ない。誰が無理？250円。これだからすげえ気になってる。これ多分それに匹敵するぐらい軽いけど。サダさん、サダさん、おでこもうちょっと近づけて。お前それ。リフレクト来て。俺おでこ来て。後ろ後ろ。わや言うて。え、ここにやるの？宴会上上がる？そろそろ日が暮れたんで。そうですね、上がります。上上がります。椅子と自分のマイ箸、マイザラぐらいがあればいいかなって思います。あと足りないものは佐藤さんが全部出してくれますんで。何を言うのか、お前は。いつものこと。これが昨日のお酒の一覧です。すげえ量だな。それね、あのもらい物だけと、あと忘れ物が一番高いの。これ1000円。あ、ロコスのやつがちゃんとしたこれ。はいはいはい。売る？これあれよ。あ、ダチョウ。これがあの例の充電できるやつ。充電できる。高級車。これ18,000円だけどね、これ。すげえ。焚き火で。これ焚き火で充電ができるやつ。電気。3回ぐらい使って、いいや。むしろ
あ、かわいいですね。これは何回使ったんですか。これ一回も外に出してない。ろうそくが。あとこれが、これがあれよ。専用の。専用地か、これあのパラフィンオイル入れて使う。ああ、そっち側でもできるってことですか。へえ、すごいね。こんだけ人がいたらやっぱめっちゃ集まりますね。うん、集まるね。多分来たかった人よくおるんじゃない。いやそうでしょうね。撮影大会。そうですね、各自あのこれが欲しいっていうものがあれば先に言った方があるよね。6人気が欲しいですね。僕はあのランタンで1個500円で、え、本当ですか。ランタンの下が、ランタンの下が欲しい。はい、ダッチオーブン。ダッチオーブン、ね、限定でポロッと出たけど、ね、すぐ売り切れたけ、5000円でいきますかね。5000円、あ、いいですよ。即決でいいですよ。即決5000円。むしろありがとうございます。いい、早いよね、この早いだね、ほんま。こちらはフルセットで3000円で、お買い上げいただきました。これも買い手がついたわけですね。そう、このノラっていうのと、うん、これすごいよ、ステンレス厚いの使っちゃうから、はい、丈夫なんよ、うん、手真っ赤じゃん。ほんまや、重たい。ちょっとただうちにあるんだな、俺。うちっていうか、車なんかあるよ。そうですか。こいつが持ってないわけがない。おいくら？300円って、それ買いじゃろ、それ。よし、買った。それは買った。それだったら買う。やべえ、なんか減らすつもりなんか増えそうだ。いや、絶対増えると思うよ。じゃあこれいってみます。この1個売れたよ。あ、売れたんですか。買いました。あ、もうお買い上げ。まだお金は払ってません。ちなみにこの椅子はおいくらで。300円。マジですか。1個300円。あ、3脚あるんじゃん。マジですか。そんなん俺買おうかな。家族でちょうどいいじゃん。はい、俺買ってもいいですか。はい、お願いします。あ、じゃあ3つで1000円でどうですか。いや、もうありがた。じゃあこれも一緒に。いや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 、これで1000円ですか。はい、これじゃあ100円よ。マジですか。本当ですか。すげえ。じゃあ畳も。そしてこのラック、うん、ラックはおいくらで。1000円。1000円、誰か買う人います？1000円。重いんすよ、これ。わ、結構重たい。ずっしってくる。なるほど。溶けない分はあるけど、安定性はいいですけどね。そう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 。ほんとだ。ただ重い。重い。ああ、やっぱ重い。重い。買い手がいなかったら俺買ってもいいですか。どうぞどうぞ。大丈夫です、誰か。じゃあ、はい、お金持ってきます。はい、家族で行っても、いや、ほんまですよ。溶けなくらい物が入ってる。俺車の中であの棚があるじゃないですか、木の棚。 あれとベンチがすっげえ場所取るから、それなんとかしたかったんですよ。なるほど。これで解決しました。解決した。はい、同じやつ。これ高いですよね。6000円。あ、いえいえ、それ悩むぐらい。悩むぐらいだから買った方がいいよ。手放せんから。コットも、コットもセットで。コットも、あ、でもそのコットは持ってた方がいいと思う。80cmってあんまりないけど、横幅広いからね。いいよ、2つで車で持ってきた。ありがとう。取説も入ってるけど、こんなの。あ、はい。3000円ならこの、もうこれも多分見せたらみんなが岩谷製の3000円なんか存在しませんかね、うん、これ屋外用じゃけ。まあこれでアラジン迷ったんですけど、我慢で済みました。10分の1なんで。10分の1、確かにね。屋外専用って書いてある、ね、あ、じゃろ、はい、ね、はい、はい、ありがとうございます。これはええと思う。これは L かやね。レギュラー、一番レギュラーラージ、レギュラーでまだ大きいやつ、うん、8000円。7キロ。うん、7以上やけんね。8で。なので7でもまあええね。あ、そういったら7でしょ。違うね。はい、指定どうする。あ、畳むとき。そうです、そうです。で、これでカバンの中に入ってる感じです。はいはい。また今度これ、はい、カーシ出してぜひぜひ。ノクタンっぽいやつは福さんが300円でお買い上げです。島ともうちょっと叩けばよかった。300円を叩くか。めっちゃちっちゃい。もう一回り欲しい。あるとね。そう、ちょ、もう一回りだよ。もうちょっと。もうちょっと欲しいんだけど。小さすぎて。小さいな。ラジオ見た後やしな。そう、ラジオ見たらもうチンチクリーン。チンチクリーンで。あまりにもこの小ささでがっかりして、ほぼお蔵入り。反省会？はい、撮ってますよ。マジで？
反省してください。何を反省するの。いや反省会だから。反省会だから反省。あ、大丈夫ですよ。なんか反省会を二人反省会で分かるかな。これあれだ、あれ、あれフライパンの蓋とあれ誰なの。あ、これは、あ、これはうちか。これうちですね。あ、ビーパルは俺、俺じゃ、それ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。それは俺のじゃ、多分。うん。じゃあ、締めの言葉を。今日はあの、ありがとうございました。あの、遠くから来ていただいて、またぜひこういう機会があれば、また参加してください。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて帰ってください。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。よし、じゃあありがとうございます。